キチャンネル。ちょ、月曜日です。総チェック。はい。ということで、今回ね、総チェックですけども、これはちょっと毎年恒例のですね、7月頭にはですね、子供の誕生日ということでですね、ディズニーランドに週末は行っておりまして、見てください。このもう、日焼け、真っ赤でございます。まあ、土曜日はね、雨が降りながら、久しぶりに、もう学生の時以来のですね、カッパを着てですね、午前中を過ごしまして、まあ、午後からはね、雨が止んだんで、いい感じで過ごせましたけど、日曜日は打って変わって、猛暑で、もう、真っ赤っかでございます。ということで、この週末はですね、プロ野球総チェックしておりません。ね。これはもう仕方ない。ね。毎年の、2泊3日、ディズニーランドリゾートへの旅ということでですね、ディズニーランドホテルに泊まってですね、土曜日はし、そして日曜日はランドでですね、開園から閉園まで2日連続でいるというところでもう今体パキパキでございます。まあということでですね、まあ今日はですね、ちょっと初の試みでですね、プロ野球総チェックですけども、総チェック。ね、すべての試合をチェックしてるっていうね、ことですけど、今日はですね、想像チェック。想像で、まあスコアを見ながらですね、想像でこんなことが起きてこうなったんじゃないのかっていう、まあ、ここまでね、ほぼ3、4年間、全試合をね、見てきて、まあ、途中でね、毎年の恒例のこの時期とかね、夏休みとかいろんなところでね、ちょっと子供の家族サービスをするということですね、休む時もありますけどもですね、こう長く見てくると大体選手の特徴とか分かってきますよね。その中で、皆さんね、ちょっとチェックしてください。皆さんがちょっとチェックしてください。各球団、ね、ファンの皆さん、見てると思うんですよ、試合をね。里崎がスコアを見ながら想像で語った時にどこまで正解かどうか。これやります、皆さん。年に数回やるかもしれませんね。逆に面白いでしょ。里崎が想像でスコアブックだけを見ながらそれが当たってるのか当たってないのか、各球団のファンの皆さん、皆さんですね、里崎をチェックしてください。どうなのかね。100% は無理ですけども、ね、ちょっと試合の状況をチェックしながらですね、今日は想像チェックの総チェックでございます。さあ、それでは行きましょう。まずは日本ハム対オリックス。ね、30日の試合、5対1でオリックスの勝利ということで、オリックス先発山本、8回112球、7安打7三振、無四球1失点と、まあ完璧なピッチングということで、まあ8回裏に1点取られてますけども、ワンアウトから細川にヒット、郡司がアウトになって、2アウト1から浅間のタイムリースリーベースっていう、まあ、ところで、まあ、これもね、追い込んでから粘っているところ、これは浅間がね、ぐっと素晴らしかったと思います。じゃあ、加藤はなぜ打たれたのか。5回72球、8安打1三振、1四球5失点というところで、序盤3回、ゴンザレスツーベース、送りバントを決めて、広岡サードゴロ。これ、ツーアウト3塁になってからでも、中川ね、タイムリーが大きかったね。で、大城のホームラン。っていうところで、スライ、カットボール、カットボールが甘く入って、この大城の、この、くるっとこの回転で、谷さんみたいな。それで、ホームランでしょ。ね。頑張って。ね、で、4回にも、2アウトから、若月内安打。で、広岡フォアボール。で、中川のタイムリーツーベースっていうところで、まあ、この試合、オリックスが2アウトからね、得点しきったっていうところが非常に素晴らしかったかな。で、31日の試合、1対3でオリックスっていうところで、まあ、この日ね、先発コットン。3回51球、3安打3三振、無四球1失点っていうところで、まあ、コットンね、久しぶりの先発コート。まあ、これ、フォークみたいなチェンジアップが生きたのかな。でもまあこれね、ショート先発みたいなもんだね。ショートスターター。で、本田、小木田、阿部、山崎、総一郎、平野でね、抑え切ったっていうところで、オリックスは3回表先制。ね、希望のツーベース、若月、ワールドビッチ。止めれたの？どうなの？映像見てないけど。若月が先制、タイムリーヒットっていうね、ところで。でも4回の裏にね、日本も、マルティネスがタイムリーツーベースで同点追いつくも、すぐね、これすぐ取ったっていうのが大きかったね。5回。義母がライト前、若月送りバンド。で、チャノデッドボール。で、胸がワンアウト一塁からタイムリーツーベースっていう回からのね、上位打線のつながりっていうところは非常に大きかったかなと。で、広島先生、噂、8回117球、11安打5三振、2四球1ストップ3失点。まあ、8回で11安打されて3四球出して3失点はこれめちゃくちゃ踏ん張った方だからね。まあ、ちょっと援護点なしっていうところで、日本はね、9安打打ってるんだけど、まあ、初回ね、初回この2アウト1、2塁、清宮行かせず。だから毎回ランナー出すんだけどね、この序盤ね、得点できなかったのが大きかったかな。で、7回裏もね、2アウトからだけども、浅間ヒット。松本フォアボール出るけども、2アウト1塁、グッジがね、ショートゴロっていうところで、まあチャンスで1本出なかったかなっていうね、日本ハムは。
で、日曜日ね、6対3で、日本ハムというところで、まあ、こちらはね、3連敗阻止っていうところで先発北山、6回3分の1、101球、5安打7三振、1球3失点と、まあ、ストレートも結構キレがあってね、多分変化球カーブの立てられもカウント取れたんじゃないのかなと、あとフォークね、まあ、ストライク先行で勝負できたのが良かったんじゃないでしょうか。どうでしょう、皆さん。ね。で、オリックス先発山岡ね、3回3分の2、86球、7安打4三振、4四球、1失点。1デッドボール5失点と、まあ、ここまでね、抑えてても援護なかったっていうところがあるからね、まあそれはもうちょっとこういう日もあるでしょうみたいなね。紅林先生ホームランでよかったけどね、3回の裏ワンアウトからね、清宮松本連続ヒット、万波三振するけどマルティネスフォアボール、これ言いたかったかな山岡はね。で、浅間タイムリー、で郡司タイムリーっていうところで、郡司もね、中日から移籍して初一席後初打点、グッドナイスね。やっぱね、いいトレードだったね。やっぱ出たらね、こっちのもんだからね。で、4回の裏にもね、万波の悩んだ、もうここら辺盗塁で若月の冒頭とかあったね、これどうなんだろう。で、7回の表ね、ゴンダレスのタイムリー内野安打、そして T 岡田ね、お帰りっていうところでライト前ヒットでね、追い上げるも8回裏ね、清宮のライトホームランっていうところでね、まあ、きっちりこれで連敗を阻止って言ったところ大きかったでしょうかね。2勝1敗でオリックスの勝ち越しはあれ、オリックス良かったし、日本はやっぱりね、上位打線と戦う時に勝ち越していかないとなかなか厳しいね。で、西武対ソフトバンク30日1対3、有原いいね、もう2安打完ね、2安打だから、8回107球、2安打6三振、3四球1失点と。で、松本も6回102球、6安打5三振、4四死球、2失点と。まあ、踏ん張ってるけどね。まあ、これはもう有原ね。有原復帰後いいね。めちゃくちゃナイスピッチングだね。これで有原が3勝0敗。ソフトバンクね、ちょっとピッチャー陣ね、先発ちょっといなくなったところで、これは大きいね。まあ、初回ツーアウト満塁から柳町タイムリーヒット。で、7回に、柳田の内野安打っていうね、ところでは、しっかりした勝ち越しが大きかったね。で、7月1日土曜日、7対5。だからソフトバンクもね、1回2回で2失点、近藤ホームランツーランで、中村のセンター前タイムリーヒットからの、ワールドピッチ、ね、4対0、こっからはきついね。で、西武もね、4回裏マキノン、ね、悩んだの頃か、6回渡辺ホームラン、渡辺上昇上がってきた時に離脱痛いね。で、7回ね、渡辺のタイムリーで、ウデンティタイムリーでね、4対5、逆転したけども、8回ね、ティノコに代わって佐々木、柳町クリア、佐々木左で出てきてね、左抑えられないんで痛いね。で、今宮がバンドで送って、で、代打野村ね、犠牲フライで同点っていうね。で、10回上林のタイムリースリーベースで勝ち越してジェントみたいなね。渡辺の怪我痛いね、本人にとっても痛いけどね、西武にとっても痛い、せっかく良くなってきたところね。で、日曜日またまたソフトバンク逆転中、どこでソフトバンク3連勝、2回にね、野村のツーランホームランで先制するも、3回、ウネンティの逆転スリーランで、ね、たところで5回、柳田の同点タイムリー、で、柳町内野安打。で、6回、今宮ね、セーフティースクイズ。もうこっから怒涛の7、8、9で連、9対3。終わってみたら14安打。だから西武もやっぱ、もう打線きついな、いないもんな。巨漢2人いなくなって、これはちょっときついよね。まあそういったところでソフトバンクね、ここの時期に3連勝、オールスター前、首位固めっていうところでは大きかったんじゃないでしょうか。西武はやっぱり怪我に、あと出場停止、痛い。さあ、ロッテ対西武、ね、金曜日4対5で楽天っていうところで、まあね、楽天は2回ね、小深田のツーランホームラン、4回、太田のね、2点タイムリーっていうところで、まあ3回裏ね、ポランコのタイムリーで1点取られるけど4対1でね、そのまま進むけどもね、6回の裏に角中安田のタイムリーでね、これ山口ね、井上のフォアボールフォアボールっていうところ、このチャンスを生かすっていうところがね、ロッテの強みっていうね。しかし8回ね、ピッチャーペルドモから島内のね、不調に苦しむ島内の4号ホームランで5対4で勝ちっていうね。乗本4失点痛いね、勝つだけど、あの6回のやっぱりね、このフォアボールフォアボールが痛かったね、あれさえなければっていうね、ところだったけどね、その後安楽に変わってっていうところはあるけどもね、ロッテ先発三馬も4失点、ちょっとねピリッとしないかなっていうねところあるけど、まさかのペルドモがホームラン打たれるっていうね。1日逆にね、ロッテ打線大爆発っていうところで、唐島6失点、湯気が4失点で10失点っていうね。まあ種市ね、初回浅村にタイムリーヒットね、で鈴木に犠牲フライで2点取られるけども、その後はしっかり抑え切ったっていうところは大きいし、ロッテもこの1回ぐらいね、すぐね、あの中村の犠牲フライ、そしてその後安田のタイムリーヒットで逆転できたっていうのは大きかったね。でもう3回からはもうね、岡のスリーランホームラン、山口井上のタイムリーで、6回ね、また山口安田のタイムリーっていうところで10点、これはもう完勝だね。で、1勝1敗で迎えたね、
ところで逆に今度は11対4で楽天、結局楽天の2勝1敗で勝ち越しになるけどもね、メルセデス、岩下、坂本、横川も全員失点みたいな。ね、ロッテは初回ね、先制ね、岡フォアボールね、盗塁で、藤岡がね、センターフライのところに犠牲フライ。中村内野ゴロの間に1点というね、ノーヒットで1点取る野球。ね、これできて。ね。でも2回の表、太田の逆転タイムリーっていうね、ところで一気に逆転されて、今度は6回ね、浅村のホームランからの村林活躍いいね。ね、走者一掃。でもここから逆転されたらね、で、田中、太田の2者連続ホームラン。ね。で、9回山崎のタイムリーヒットで。まあ、9回裏ね、山口康太の、で、代打佐藤、点取るけども、時すでに落としっていう。だからちょっとね、ロッテはね、先発が打たれたらやばい。やっぱここまで勝ってきたのは、先発がね、しっかり試合作ってる間に、フォアボールとか相手のミスをね、ついて得点していくっていうところではね、まあ、がだっただけに、ちょっとこの3試合で、ちょっと失点がね、先発が、まあ、2戦目はね、帯同得点に恵まれてっていうところあるけど、ちょっと先発が踏ん張りきってないところ痛いし、まあ、楽天はね、ここでもう打ち出したら勝てるからね、そういった意味では逆に楽天も先発さえ頑張ればこう打ち出してきたらね、接戦も物にできるっていうところはあるんで、まあ、こういったところね、どういうオールスター前までに結果を残すかっていう中でね、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。続いてヤクルト対広島ね、金曜日8対0でヤクルトの勝ちっていうところで、栗ね、9回109球、5安打8三振、無四球無失点、完封勝利。多分ね、ツーシーム、スライダー、フォーク、このね、コンビネーションでストライク先行で、打ち外ね、しっかり使っていけたんじゃないでしょうか。逆に最速リード、5回97球、8安打8三振、2四球6失点っていうところで、ちょっと高めの浮いたところを仕留められたかな、全体的にね。あとちょっとボール先行しちゃったかな、っていうところはあるかもね。2回、坂倉がライトでツーランホームラン。あるかもねって言っても、これ相当だからね。で、3回、ね、菊城ホームラン、もう一発構成。で5回、秋山もね、坂倉のタイムリーで、7回にデビッドソンのタイムリーっていうところで、まあ、14安打8得点、非常に素晴らしい、これ効率いいね。1日ピーターズね、3対2で勝利投手、ヤクルトの勝ちっていうところで、ピーターズね、5回3分の2、108球7安打3三振1球2失点、ゲームを作っていい感じね。大瀬良5回64球3安打4三振無四球3失点、大瀬良初回の3失点痛いねこれね。並木ヒットで長岡オスナ打ち取ってね、2アウトになるけども山田レフト前で、サンタにスリーランホームラン、サンタナグバッティ、こうやっぱエース、やっぱこの大瀬良で勝ち越していかないとやっぱきついよねこの試合で。広島は6回にね、西川、上本ね、連続ヒットで堂林タイムリーでね、2点取るもね、まあ、やっぱこれね、きつかったっていうね。だから広島は初回ね、ワンアウト1、2塁からね、得点に結びつけられなかったっていうところが、まあ、痛かったかな。で、あとは3回にもね、ツーアウト1、3、西川ね、チャンスで凡退ね。結構ランナー出すんだけどね、この前半戦チャンスで1本打てなかったっていうところと、ヤクルトはね、一発でホームランっていうところで、この勝った、このヤクルトの勝利は大きかったし、広島これがね、勝てた試合、負けたのは大きかったね。で、2日の試合、4対2で、ヤクルトの勝利。だからヤクルトがね、2勝1敗で勝ち越しっていうところになるけども、ヤクルトってまず高橋奎二ね、6回95球、3安打4三振、3四球1っていうの。まあまあ、やっとね、これ勝ちがついたっていうところで、まあ、ここからね、これちょっと上り調子でいけるんじゃないでしょうか。広島先発ぶりね、4回64球、3安打5三振、3四球3失点と。だからまた、1イニング3失点なんだよね。まあ、2回に広島がね、上本のタイムリーで1点取るも、4回裏ね、またもや、ワンアウトからね、サンタナヒット、中村フォアボール。これ中村フォアボール痛かったね。で、オスナがスリーランっていう、一発に負けるという。で、5回にもね、サンタナがタイムリーヒットっていう、オスナ、サンタナが元気っていうね。で、9回に、広島、西川の犠牲裏で1点取るけども、4対2っていうところでね、しっかり抑えられてっていうね、まあ、この接戦をものにするヤクルト、まあ、こういったところね、ここから逆転していくためには、こういうね、非常にこの勝ち越しっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。さあ、続いて DeNA 対中日ね、30日の試合、2対1で中日の勝利っていうところで、DeNA はね、4回裏に戸柱のね、内野ゴロの間に行ってあげて先制するんだけども、8回ね、代打宇佐美、同点タイムリー、で9回ね、高橋周平、タイムリーツーベースで勝ち越しで2対1で逃げ切るっていうね、やっぱりドラゴンズは、代打率が低かった中で、この宇佐美が来てね、宇佐美が代打でね、結構躍動してるっていうところは、非常にね、大きな意味を持つね、トレードになったんじゃないでしょうか。まあ、スタメン出た時もね、3安打猛打賞、試合に負けたけどね、あっただけに、これやっぱり攻撃面においてもね、この宇佐美の加入は非常に大きかったように思うね。だから DeNA としては、この序盤ね、ワンナウ、初回に2、
2個のフォアボールの中で牧ソトがね1本出ずっていうところと、2回でもねランナー出すけども最後関根がね1本出ずっていう、これ序盤 1,2 回のこのね得点機に1本出てればね、ひょっとしたら状況変わってたっていうところはあるけども、しっかりそこでドラゴンズ粘ったことによってね、小笠原7回107球6安打6三振6安打3三振3四球1失点と、で DeNA 今中もね8回119球4安打6三振無四球1失点とね、踏ん張ってただけにね、まあこれは両投手ね素晴らしいピッチングだったかなっていうね。で続いて1日2対2の引き分けっていうところで、中日はね初回、高橋の、先制タイムリーで、2回岡林のタイムリーでね2点先制するもね、8回の裏ね、外ツーベースで大和フォアボールで宮崎三振するけども、代打楠本がライトへタイムリーヒットで、その後代打戸柱フォアボール、ワンアウト満塁から関根の内野ゴロの間に行って同点っていうね、しぶとい野球で、で結果ね引き分けになるんだけども、バウはね6回105球10安打6三振2四球2失点ね、中日メヒア7回89球3安打2三振1球2失点、まあメヒアも踏ん張ったかなっていうねところでは、まあ、これね問題はこのね6回でしょ。6回ね、中日攻撃石橋内安打でリュウクがセーフティーバンドでセーフで、ノーアウト一塁からメヒアバンド失敗、これバンド決めてたらねドラゴンズ勝ってたと思うよ。でその後大島がセンターフライ打つもね、2アウト一塁から岡林のね内安打、ここで何が起きたかね、牧がどこも投げられなくてね、これ3、2でね自動にスタートしてたから、これねサード投げたらサードランナーセカンドランナーがね、飛び出してて石橋がね、でこれで挟んだんだけどもね、で、伊藤が近づいていって三塁ランナーがサードついてセカンドランナーがそのままセカンドに戻って行こうとしたら、もうセカンド誰もいなくてオールセーフみたいな、バウアーがうーんってバウアーがうーんって言ってね、まあ、気持ちもわかる。あのプレーについてね説明しましょう。あのプレーのね一番ダメなのはね、キャッチャー伊藤光、もうこれですね。まず2アウト、2アウトっていうところはもう3塁ランナー挟んだだったらもうランナーね、その後のランナーがどんなに進塁しようが関係ないじゃんね。しかもあのまま追い込んでいったらセカンドランナー戻るの分かるじゃん。セカンドランナー戻っていったらサードランナーをケアしながらそのセカンドランナーの戻りを警戒してアウトにしなきゃいけないんだよねってなった時に、もうあれはね何回ランダープレイしても三塁ランダーをもうアウトにすればいいだけだから、あの時もう伊藤光はスピードを緩めるんじゃなくてさっさと三塁投げてランダープレイでこの三塁ランダーをアウトにする、これだけでよかったのよ。そしたらチェンジだっただけにあの中途半端になんか追われていきながらやるから、ああいう問題が起きるわけよ。あれはもうね伊藤光が悪い。この動画だけはね見に行ってきました、問題起きたんでね。で2対2引き分けね。で2日、3対2で、ドラゴンズの勝利、あドラゴンズが負けた、3対2でねベイスターズの勝利っていうところで、ベイスターズアドマね7回89球7安打5三振無四球2失点と、いやストライク先行でね多分でフォアボールもないしね、非常に素晴らしいピッチングで、ウェンデルケン山崎とね好リリーフでしっかり逃げ切る。で中日先発涌井ね5回3分の293球5安打2三振3四球3失点と、まあこれもうそれは仕方ないやろ、これ攻められないでしょ涌井もね。でも2回裏ねこう2アウトから楠本柴田の連続フォアボール痛いね、で山本がライト前ヒットタイムリーっていうところでね、ここ俺いつも思うんだけど、なんで2アウト1塁で次のバッターピッチャーなのに敬遠しないんだろうっていう、これだけは謎だ、もったいないじゃんね、ここで失点っていうね。で3回の裏もね関根がヒットで強打送りバント3アウトになるけども、牧がタイムリーヒットでね1点取って、でドラゴンズはね6回表にね石川のツーランホームランで同点になるんだけども、6回裏にね、牧がツーベースで外の進塁打セカンドゴロ、外この進塁打でかかったね。で楠本がね犠牲フライを打って勝ち越しっていうね、こういう外のね進塁打とかもね5安打しか打ってなくて結構3点ね、非常に効率もいいしね、こういうねバッティング第一楠本ねきちっとっていうところでは素晴らしい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果はね、1勝1敗1分け5分でした。で続いて巨人阪神というところで、30日2勝2対1で1日0対3で、2日2対2 1勝1敗1分けの5分っていうね、ところで、まあ巨人阪神に負け越せなかったっていうだけでもよかったね。まあタイガースはね負け越さないで進んでいくっていうところがね非常に大事の中で、30日ね2対1っていうところで、まあ阪神はね近本の、ホームランで先制するもね、4回の裏巨人がね大城のタイムリーヒットで同点に追いついて、結果はね10回裏岸田、見たこの映像を見ました、岸田ホームランどうやって打ったんだろうと思ってね、アウトコースライトスタンド打った瞬間だったね、思い出した俺、巨人対ロッテ戦梶谷だったかな、ライトへ多分プロ初ヒット初ホームランだったような気がする、サヨナラホームラン打たれた多分梶谷だったと思うんだよね、思い出したあれ。でもこれ大きかったね、巨人5安打だからほぼねなかなかチャンスない中で、
先発ね、戸郷、8回143球、8安打6三振、3四球1失点とね、踏ん張って、その後中川、高梨とね、非常に好リリーフ。で、阪神もね、西純也、7回95球、3安打、2三振、1四球1失点と、もう完璧なピッチングでね、で、その後、岩貞、石井ね、いい形で抑えるも最後ね、梶谷がね、行かれたっていうところはあるけどもね、この巨人の勝利はね、大きかったんじゃないでしょうか。で、1日ね、0対3で、阪神というところで、阪神先発伊藤将司ね、7回99球、4安打4三振、2四球、無失点っていうところで、伊藤もね、いいピッチングが続く中ね、最近なかなかね、勝ってなくて、もういつ以来の、勝ち星なんやろうっていうぐらいね、ところでは非常にね、いい形の、ピッチングで、逃げ切ったかなと。で、巨人先発菅野ね、7回110球、2安打4三振、2四球、1失点。これはもう攻められないね。4回のね、大山のホームラン、この1失点だけだからね。で、9回ね、ノイジーがタイムリーツーベースを打って、ね。で、岡本のエラーっていうところはあるけども、巨人はもう4安打だからね、ちょっと打つ手なしっていうところかなと。ね。で、2日、2対2の引き分けっていうところで、ね、巨人はね、1回先制、ブリンソンがね、先制ホームラン。でも、阪神はね、4回表に、ミエセスの押し出しデッドボール。ね。その後、木浪のね、勝ち越しタイムリーっていうところで逆転するも4回の裏ね、秋広の同点ホームランっていうところで、まあこの日もね、両チーム5安打ずつっていうところでなかなかチャンスがない中で、阪神先発最近ね、5回67球4安打1三振1四球1デッドボール2失点と、その後島本、石井、岩貞、ケラー、馬場、岩崎とね、島本が1本ヒット打たれるけどもね、その後 もノーヒットで、チャンスなしっていうね。で、巨人はね、メンデス6回3分の107球4安打8三振4四球1デッドボール2失点と、ちょっと5四球多かったけどね、2失点でよく踏ん張ったかなと。で、その後高梨、鈴木、ビーディ、中川、三上、大江とね、好リリーフで、ピンチらしいピンチもなしっていうね、ところではこう両チームね、投手を含めて非常に頑張ったんじゃないでしょうかっていうね。まあ、ところで1勝1敗の五分でした。はい。さあ、というところでね、順位で言えば、セ・リーグ、阪神、DeNA、広島、巨人、ヤクルト、中日っていうところで、まあ、阪神はね、2 DeNA に 1.5 ゲーム差。一時ね、DeNA が1位になったけども、そこで引き離したっていうところもあるし、広島は、1位まで 3.5 ゲーム差、2位まで2ゲーム差っていうところで貯金後、ここよく踏ん張ってるからね、こう、ヤクルト戦負け越し痛いから、次のカードね、しっかり勝たなきゃいけない。で、巨人がね、2ゲーム差、A クラスまでの、で、ヤクルトは、A クラスまで 9.5 ゲーム差。で、中日が10ゲーム差。まあ、ここはちょっと大型連勝ね、必要かなっていうね。で、パリーグはソフトバンク1位、オリックスに 0.5 ゲーム差。で、2位オリックスね、0.5 ゲーム差。で、3位、ロッテね、1位と4ゲーム差、2位と 3.5 ゲーム差。ちょっと引き離されちゃったね。で、日本ハムが3位に6ゲーム差。ちょっとここも大型連勝必要だね。楽天が最下位脱出ということで、3位に9ゲーム差。で、西武が 9.5 ゲーム差。ちょっとね、このハム、楽天、西武はね、ちょっと5、6連勝ぐらいのね、ちょっと大きな連勝がちょっと一個のキンキンの間に必要かなっていうところはあるね。順位向けではね、今日からね、 DeNA、 ヤクルト、中日、巨人、広島阪神、だこの広島阪神はね、最低でもカーブ勝ち越しだね。で、中日、巨人、これはもう中日ね、巨人に負け越しちゃうとちょっと終わっていきそうよっていう、こう DeNA、 ヤクルトもそうだけどね。だここの3連戦、ヤクルト、中日、広島がどこまで頑張れるかによってちょっとね、シーズン面白くなる。で、パリーグはね、楽天、オリックス、ロッテ、西武、ソフトバンク、日本ハムっていうところで、ここでね、西武、日本ハム、楽天がね、どこまで頑張れるかによって、このまたね、面白さが変わるから、この、セリーグ、パリーグともにね、A クラス、B クラスが直接対決だから、ここでね、B クラスのチームは最低勝ち越し、3連勝なんてできたらね、最高になってくるんで、まあ、どういう展開、オールスターまでね、もう少しどういう展開になるのかっていうところを注目していきましょう。ということでね、ベストライン発表していきましょう。まずはパリーグから。ピッチャーオリックス山本都の城高校グッピッチ、キャッチャーオリックス若月花咲徳栄、今日は高校出身チーム紹介です。はい。ファーストソフトバンク中村帝京高校、セカンド楽天小深田神戸国際大付属、サード日本ハム清宮早稲田実業、ショート楽天村林大塚高校、レフトソフトバンク近藤横浜高校、センターソフトバンク牧原熊本城北高校、ライト楽天大郷関西高校、 DH 日本ハム郡司仙台育英、中日からトレードよかったね、リリーフソフトバンクオスナメキシコ出身、高校名わからなかった、セリーグピッチャー広島クリ無四球完封岡山理大附属高校、キャッチャー広島坂倉西大三高、ファースト阪神大山筑波水泳、
セカンド、広島、菊池、武蔵工業大、二高。サード、広島、田中康介、東海大相模。ショート、阪神、木浪、青森、山田。はい。レフト、広島、西川、敦賀気比。センター、中日、岡林、小物高校。ライト、広島、野間、村野工業。リリーフ、阪神、石井、秋田高専。はい。というところで、今日は高校出身、もうすぐね、夏の甲子園ね、予選も、まあ始まってるところもありますけども、始まってきますのでね、高校出身校をね、紹介するところでした。はい。ということで、佐々木の、想像チェック、どうでしたか？というところでね、まあ家族サービスをしながら、休むときは休む、仕事をするときは仕事をするというところでね、メディアをつけて、今後ね、総チェックやっていきたいと思いますので、皆さんね、今回はご了承ください。ということで、佐々木の月曜総チェック、これでおしまいです。